オープンの次の日に入ってくださった方がまだ全然メンバーさんでいらっしゃったりとか、共に10年を歩んだ方も何名かいらっしゃいます。空間が広くってギュッと集中できるところとリラックスできるところがあるのがいいねっておっしゃっていただけることですとか、一人でこもれるフォンブース型の個室から最大24名まで入れる会議室も設けているので、マーケティング調査でお客さん呼ばれてやられる方とか、まあ、セミナーですとかそういったことでも使っていただいたりもしています。なるべくいろんなタイプの方に寄り添えるような設計をしています。皆さんが自然にお話しするきっかけとか、そういったものを日々たくさん作っていこうっていうのがミッションではあるので、金曜日はビールを出してみたりとか、2ヶ月に1回パーティーをやってみたりとか、他のコワーキングよりも皆さんは交流がすごくあると思います。いろんなユニークな方がいて毎日ね、そうなのっていうことが起こるので楽しいですね。10年前は私たちもコワーキングが目新しすぎて、一体どういうことが正解なんだろうっていうのはすごい思ってたんですね。でも今までずっとやらずに放置してたことを本部に来て出会った人がいて再会したとか、新しいことにチャレンジしたっていうこともすごくたくさん伺うので、年齢とか業種を超えてこう一緒に頑張っていける仲間みたいなものが、それはすごく意味があるなと思います。